Ahí viene todo.緊張してるね、じいちゃん。よし。これ、望遠はどこだっけ？違う。違う。え、前の方は？キリちゃんもこの体感だった。亀徳消毒ってこの体感だった。だからもう40年以上よ。キリちゃんかわいい。かわいい。ここで撮ってこう。キリちゃん。前で。これもそうなんだよね。だよ。なっちゃん撮ってみて、このカメラいっぱいあるじゃん。普天間問題とかですね、いろんな問題がありまして、町長としての立場で、コメントするという難しさ、そしてまた大変さをですね、味わった年でありました。そして今年こそはですね、徳之島にとってもいい年にしたいなというふうに思います。私が常日頃思うのはですね、自分の将来に起こり得る災難というものを少しでも減らすためにはどうしたらいいだろう。それは自分の心を磨き、徳を積むことで将来起こり得る不幸にも少しでも削減できるんじゃないかなというふうに、自分では思っています。でこの地域もですね、将来起こり得るこの地域にとっての災難を防ぐためには、皆様方が手を取ってですね、助け合って生きていく、そういったことを積み重ねることによって地域に起こり得る災難は防げる、私は思っています。これから調査いたしましても、皆様方のご健康、そしてまたご活躍をお祈りしながら、しっかりと地域を支えながら頑張っていきたいというふうに思いますので、この年が皆様にとっていい年であることを、これより願いまして、私のお祝いの挨拶といたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、祝い者の紹介ということですので、こちらの方で、鹿の方でちょっとお祝いの方を紹介させていただきます。男性の方からですね、85歳を迎えられました滝丸末雄さん、宇佐美俊二さん、小木道成さん、高木直義さん、本山健介さん、85歳です。73歳、東郷勇さん、そして61歳、直政夫さんです。そしてですね、女性の方からです。今回、各塾、
ということで、なおメギオ様が来ております。そして73歳の、東郷美恵子様、今回ですね、鹿児島の方からわざわざ今回お祝いということで、ちょっと自分も参加したいと思って、このところの中で実は、60歳、実山光代さんです。この方のお祝いですので、皆さんで一緒に今日は、楽しい、年の間をしたいと思いますので、よろしくお願いします。続きまして、県前の日、よろしくお願いします。Thank you.
します。